続きまして、冷蔵庫の魔術師三菱なんですね。これ何か聞いたことあります？冷蔵庫の魔術師三菱って聞いたことないと思うんですよ。それはそうです。私がまた作った造語なんですよ。でもそのぐらい三菱っていうのは他のメーカーさんが真似できないような技術がたくさんあるんですよ。これ全部で3点あります。1点目がですね、全室独立設計ですよと。全室独立設計どういうことと、大体独立してるんじゃないのというところなんですけど、実は冷蔵庫っていうのは基本的には上が冷蔵庫があって、冷凍庫が真ん中に、まあ基本冷凍庫が真ん中ですよね。下に野菜室と、まあこれが変わってるところは変わってるって感じですけど、この大きく分けてこの3つに分かれてるんですよ。え？でも他にもこう引き出しあるじゃんと。製氷室があって、なんかここにちっちゃくなんか熱いものも入れられますよみたいな部屋あるじゃないですかっていうんですけど、実は基本的にほとんどのメーカーさんがこの冷凍のこの3部屋は後ろでつながってるんですよ。まあ、そっちの方がね、その断熱材入れなくていいんでお金はかからないんでみんなそうしてるんですよ。ただ三菱はここもしっかりと分けてるんですよ。これ理由がありまして、いろいろなポイントがあるんですけど、まあ節電になりやすいとか、匂い移りが少ないよとか、個室になってるからこそできる多彩な温度管理ができるよとか、そういうとこいろいろあるんですけど、でそれに伴ってセンサーも全部で16個あるんですよ。もういろんなセンサーが三菱は実はついてるんですよ。だからそのぐらいしっかり分けて、しっかり個別で管理してますよというところがまずすごいんですよ。これが他のメーカーさん真似できないですから。で続いてですね、多彩な温度を使い分ける。各メーカーさん大体温度帯で分けると、先ほど言いましたね、冷蔵庫だから冷蔵庫の中にチルドがあるよって。チルドはちょっと冷蔵庫と比べると温度が低いんですよ。0度ですから。で冷凍庫、野菜室、この4パターンの温度帯なんですけど、三菱さんはですね6パターンになっております。チルドが2パターンありまして、通常のチルド0度と、実は氷点下ストッカーっていうのがね、0度からマイナス3度になってます。だからここで2種類あります。でさらに冷凍のところでですね、普通の冷凍がですねマイナス18度なんですけど、切れちゃう冷凍っていうね、まあ、よく聞いたことありますね。切れちゃうよ切れちゃうよみたいなね、 CM で見たことあると思うんですけど、そこがですねマイナス7度帯っていう形でね、冷凍も2種類、チルドも2種類っていう方、全部で6パターンあるんですよ。すごくないですか？それぞれに状況に合わせて入れることができるんで便利ですよっていうことなんですよ。だ続いてですね、収納しやすいよって、なんか当たり前のこと言ってるなと。まあ、中広々なので、大きさの割に中が広く使うことができるよと。で、プラスですね、埋まっちゃってる洗えるタンクっていうのがありましてね、要は通常の製氷機のお水入れるやつってチルドの横にこうガシャって入れるところがあると思うんですよ。なのでチルドのこう幅を結構奪っちゃってるんですよ。なのでだったらこれ邪魔だから手前に入れちゃうよっていうのが三菱なんですよ。だから埋まっちゃってるんですよ。なのでチルドが非常に大きくなるし、これによってですね洗いやすい、こうお水がこう行くところの、あの通路のところもですね洗えるような構造になってますので、清潔になるし、かつ場所もしっかり収納しやすくなってるよと。あとは細かいところがいろいろこう段変えられますよとか、なんかお水とか置くところのねこう入れやすいようになってますとか、いろいろ細かいところいろいろこだわってるのが三菱なんですね。こう締まりやすくなってますよとか、いろいろあるんですよ。やっぱ細かいところしっかりしてる三菱。